次回の世界遺産はイタリア。ナポリ郊外に18世紀ヨーロッパで作られた最大の王宮があります。ナポリ王が作った王宮、壮大な庭園には3キロもの水路が作られました。水をふんだんに使った庭園は王の権力の象徴とされました。王宮を支える大水道橋、高さ55メートル、長さ530メートル、40キロ続く水道が今も水を運んでいます。18世紀ヨーロッパ最大の王宮、世界遺産カゼルタの王宮と水道橋。12日午後6時。